ティーユアティーです。ブン。続いてあいみょんさんの裸の心です。はい、これはもうね、まあ、知ってる方多いと思うんですけど、これはもう泣けます泣けるので、夜、まあ夜電車とか歩いてる時とか、いや多分新幹線とかで聞いてることが多いかなと思います。はい、これは、まあ、恋したことがある方ならすごいもう響いたりするんですけど、まあ、今でもすごい響いてるので、みんな多分響くものがあると思います。すごいね、なんかねすごいメロディーも好きだし、聴いててあいみょんさんの曲って落ち着くんですよ。今だからすごい大好きな曲です。4つ目、マルシーさんのエゾラという曲です。これ知ってる方と知らない方がなんか分かれると思うんですけど、これもねちょっと失恋ソング系なんですけど、この曲本当に良くて、もう何と言えばいいか分からない。もうね、夜に聴いてほしい、これはもうね、夜に聴く曲を今回ちょっと持ってきたんですけど、ほぼ夜なんですけど、このねマルシーさんのエゾラはね、なんて言ったらいいんだろう、うん、素敵。もうねメロディーもすごい好きなんですけど、なんと言っても歌詞がすごい良くて、失恋したことある人は絶対泣けるし、恋愛したことなくてもすごい恋愛した気持ちになる曲ですね。なのでこれめちゃめちゃおすすめ、知ってる方多いんじゃないかな。結構エモい曲ですね、このエゾラは。じゃあ最後、トップ5の5つ目は川崎鷹也さんの魔法の絨毯です。もうこの曲は本当に本当に良い。もうねこれは次めちゃめちゃヒットするんじゃないかなって思ってるんですけど、まだ聞いたことないよって方はぜひ聞いてほしいですお風呂上がりのキョキョあ、すごい。そう、ここ動画か。そう、インスタライブかと思った。全然動画そう、お泊まりしてるんで今です。そう、川崎鷹也さんの魔法の絨毯知ってる？いいよね、今日聞いてた。嘘、ずっと聞いてた。めっちゃ良くない？え、いい、あれやばいよね。やばい、今日知った。あれやばいんです、本当に本当にやばくて、ね、超最高だよね。最高。え、次バズると思う？バズる、絶対バズるよね。絶対バズると思うんですよ。今でもだいぶバズってるけど、もっとバズる気がする、うん、あの香水の次にバズる気がする。え、わかる。ですだよね。そう、そんぐらい今大好きなの。見て、今勝手にこれ借りてるからすごい、よく見つけたね、こんなとこにあるのそう、ちょっと話ずれちゃったんですけど、魔法の絨毯って言ったが本当に良くて、もうね最高なのよ、うん、魔法の絨毯って言って、なんだっけ、あれアラジンに例えてるんですよね、曲の中で。本当に最高なの。もうあんまりちょっと言わないとこから、みんなぜひ聴いてみてくださいこの今回紹介した5つの曲、ちょっとユアの好みと一緒な方は絶対大好きな曲だし、すっごいハマる曲だと思うので、みんなぜひ聴いてみてください。はい、こんな感じでいいんでしょうか、わからないんですけど、今回私の大好きな曲トップ5を紹介してみました。バイバーイ、ナナポップ見てね。